よく来たね。さて、まずは基本からいきますか。まずは移動だ。俺のところまで移動してみてくれ。次は壁登りだ。この崖を登ってもらうぞ。崖に向かってまっすぐ走っていけば、そのまま登ることができる。よっと。よし、チャクラはうまくコントロールできているようだな。チャクラジャンプを使えば、さらに広範囲へ移動することができる。越えたいときはワイヤークナイを使うといいだろう。そら、よっと。崖から落ちそうになったときのリカバリーにも使えるから、よく覚えておくように。さて、次は攻撃方法について説明していくぞ。とりあえず目の前の練習相手に攻撃をする。攻撃において重要なのは、相手のことをしっかり注視すること。戦場で相手を見失うのは自殺行為。常に気を張っておくようにな。離れた場所にいる相手には船井投げが有効だ。そこ、相手が攻撃してきたときは身を固めるんだ。つまりガードだな。ガードを使って相手の攻撃をやり過ごしながら隙を伺うんだ。自分がガードをしているときは、攻撃してきた相手を弾き返すことも可能だ。相手の行動を予測して攻撃を回避することも忘れるな。ガードも回避も間に合いそうにない。もしそんな状況になったら、変わり身の術を使うといい。変わり身の後は体勢を立て直したり、そこから反撃に転じたりするといいだろう。さて、次は忍術について説明するぞ。知っての通り、忍術は練り上げたチャクラを使うことで発動できるが、その効果は術によって様々だ。ダメージを与えることに特化した術もあれば、身体能力を下げたり、動きを封じたりといった特殊効果を与えるものもある。自分の戦術に合う忍術を見つけ出すのも、バトルを勝ち抜く重要な要素。通常の忍術の他に、奥義忍術と呼ばれるものがある。奥義忍術を発動するには大量のチャクラを練る必要があるんだが、その威力は
通の忍術とは比べ物にならないほどと、チャクラとタイミングを見計らって積極的に狙っていっている。基本訓練はこれにて終了。あとは復習を忘れないように。それじゃあお疲れ様。頑張れよ。